どうもお疲れ様です。8月24日朝6時の相場解説になります。え昨日の住宅戸数の発表によって、アメリカのですね、23時の発表によって、介入の危機が去ったかなっていうところが出ております。まあ、一つにはこれ以上価格は上がらないだろうなっていう風なね、天井を作っていたことと、それに加えて大きな陰線が出てね、昨日の材料によって陰線が出て、 まあこれでしばらくはもう心配ないかなってことでございます。まあ急速にね、値段が変わるから買い入りの危機が起きるわけであって、こういうふうにね、緩やかに 価格が変わる分に関しましては特に介入ってのはないわけですよただしドル円の量から言って160円1ドル160円っていうのがマックス限界になるんではないかなっていうのが計算値でございますさあそれでこれからの動きなんですけども昨日材料が終わった後なんでこれから新マーケットができるんですよねだからそれをしばらく見ていかなくちゃいけないかなっていうところになりますただし全体的にはこの上昇トレンドっていうのはまだありますんであのじわじわと上に行く力っていうのはまだ働いてると思うんですよね ただしもう今みたいに、以前みたいに大きな力で一方的に上に向かうことはもうありません。えー、これからね、さらにテクニカルに忠実に動いていくんではなかろうかと思います。しかし金曜日、明日の夜には大きな材料が入るんで、まあ、あの、今週に関しましては木金だけでね、テクニカルが作用するかなってところですよね。まあ、今日はあの、材料が落ち着くのを待って、それからエントリーを検討するってことになると思います。 まあ、昨日おとといとね結構稼ぎやすかった2日間だったと思いますんで、えー、今日はねもしかしたらエントリーのチャンスがなくなるかもしれないなってとこですさあそして1時間を見ると移動平均線の上にずっとロウソク足がある状態から一旦はここをね横切ろうかと思った時に上に大きく跳ねてでもさらに下に下がってきて材料ではっきりと移動平均線の下の方に入ってきましたってことでこれからね下落圧力が始まる可能性はありますよね、うん まあ今のところはね、まだわかりませんけども、どのぐらい値が戻るのかってことになってきます。次が、あと1日足でございます。えっ、ー、と、1日足、あ、違う、1時間だ。すいません、1時間ですね。1日足じゃなくて、えっ、ー、と、1日足から4時間、そして1時間に来たわけですけども、ちょっとおさらいしていきましょうか。ここで高根県のダブルトップが出たので、その後に大きく下に下げるよってことが実現したと。 その後、収束って形ですけども、ここからね、ボラティリティが大きかったのが、だんだん小さくなっていったっていうお話をしました。そして、最終的には昨日のこのぐらいの時間でですね、ここですよね。この箱の中に収まっちゃったわけですよ。つまり、収束が行き切ったところなんですよね。で、ここから上か下か、いずれかにブレイクするよって言った時に、私から皆さんにお話したヒントとして、この髭先を結んだところを、 下に割ればセルで大きくブレイクするよとそしてこのひげ先を越えて上に行ったら上の方にとりあえずこの辺りまでブレイクするよっていうのは予告しました予言しましたでそうなるとやっぱりこう下の方にねずれていったわけですよねで一旦は上の方に組み上げてえっと利確とか損切りが遅れた方はねあのもう一回ここで このブレイクポイント終わって下に行った時にチャンスが訪れてここでめでたしめでたしになったわけでしょそれから昨日はまあ閉店ガラガラっとして深夜21時から22時ぐらいの間にアメリカの材料住宅件数が入って一気にこう下がったということでここにはねあのなかなか乗れなかったんじゃないかなと思いますそもそも材料の時にはポジション外せっていうふうにテクニカルをね皆さんにお伝えしてる手前申し上げてますんでねコンサルの方は実はここでねセルに入ってるわけですよ同じように同じようにですよ まあ今や種やかしす,するとこのヒゲを越えて下に行くだったらこっから入りましょうねっていうのがコンサルの方に言ったことなんで巨大利益を昨日はね21時から24時の間に上げてると思います、はい、で今日考えることなんですけどもこの値動きがもう下まで行き切って跳ね返ってるところですよねこれがどこに落ち着くのかなってことによって新しいおそらくですけどもレンジがまず確定すると思いますこのレンジが決まるようになったら そっからね、また、あの、エントリーを考えていこうかなっていうのが今日の方針です。はい、それじゃあ以上ですね。本当に、あの、素晴らしい一週間になったと思います。儲けやすい一週間でございました。儲けれなかった方は、あの、その原因を、やっぱ、自己解説などで振り返っていただきたいのとあ、ぜひね、他の方がやってるみたいに、あなたもですね、私にシートを出してください。問題解決がすごく早くなります。